おいで、こっちおいで。おうおうおお。今日はずっと池を見てます。今日はずっとね、もういいな、池は。双眼鏡買わなきゃな。双眼鏡買おうか。双眼鏡買いに行くか。欲しいな。ちょっと肉眼じゃ厳しいもんな。あの枝の上に大きい鳥がずーっといるけど、もう分かんないもんな。よし、双眼鏡買おう。環境いるわ。こんばんは、平山茂です。今日はですね、5月15日土曜日でございますね。現在時刻は夕方5時30分ちょうどでございます。いやー、ちょっと今急にね、双眼鏡が欲しくなって、あんまりね高いのは買えないんですが、こちら買ってまいりました。コールマンがね出してる双眼鏡で、メーカー自体はビクセンでございますね。いやー、これがあればもう遠くのね野鳥とかも見れますから、いやー、これは良かったですね。ちなみに金額は3278円。まあまあ安い方です。高いやつとかになるとね、やっぱ1万円超えとかもあったんですけど、やっぱ手が出ないですね、そこは。いや、これはもう常に持ち歩きますね。何があるかわからない、いつね出会うかわからないんで、ゲット。ちょっとまだ試してないんですけど、まあ見れるでしょう。8倍です。さらにあのスマホとねこう合体させたら、スマホでもそれなりにね、ちょっと遠いところがね映すことできるんじゃないかなと思って買いました。まあ今日はちょっと使わないんですけど、また次回使いたいと思います。いやー、楽しみが増えましたね。大丈夫、よかった。いや、嬉しいな嬉しい。大丈夫、これで大丈夫。よし、さあ帰りましょう。ちょっと家で一回試そうかな。ちょっとね、家の部屋の中でちょっとね、あとで試します。まあ試す動画はね、あの最後のちょっとおまけ的な感じで、エンディングのエンディングでちょっと使わせていただきます。ということで、今日はですね、双眼鏡を買いに行くというそんな一日でございましたけれども、皆様明日も日曜日、いい休日を送ってください。天気が悪いかもしれませんが、いい休日を送りましょう。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。また明日。ぶつかる。おお、すごいな。